亡くなった方々もたくさんいる中で、まあ、面白さというかそういうのは多分一切いらないところだと思うので、それはまあ謝って、まあ、謝罪した方がいいんじゃないかなと思います。なんか SNS とかでバービーの件とかでちょっと見てたりはするんですけど、正直当事者ではないので、その直接的な怒りみたいなものは、ちょっと薄かったりはするんですけど、国際問題的な視点でいうとちょっと配慮には欠けるかなとは思いました。はい、ぜひ日本でも公開してほしいですね。日本は本当に広島とか長崎とか原爆が落とされて、そのオッペンハイマーさんって開発の主催っていうのかな、主な人ですよね。だからすごく、公開してほしいっていうふうに思います。78年経って多分みんな薄れてきてるとはちょっと思うんですけど、今のタイミングでまた映画することによって、再認識というかさせられるんで、いい機会かなと思います。